続いてやってきたのはこの AL13 の工場ファクトリーの方に来ました。前方ゲレンデとかレクサスとか、あっちの奥の方にはコアがいっぱい。ちょっと中お届けしたいと思います。うわすげえ、エアロディスク初めて見た。うん、こんなんなんだね。これ塗り分け、うん、塗り分けだね。こういうのが難しいですよ。確かに一歩間違えると痛くなっちゃう。このセンターキャップまだある。これも全部削り出してる。かっこいいって。すごい。レアルディスク、これ塗ろうと思う。塗り分け、うん、ナルドグレー。すげえこのケルコ、うん、でカーボンリム大マグの。これ大阪店でも SVGA オレンジ変えた。すげえなこの削りとか。もうね、ここいるって感じだよね。じゃあ工場の中を。うわすげえ綺麗。すごいねこれ。直でもうこっちからオフィスがつながってるんじゃん。すげえ、何機あんのこれ。ここで一応世界中のオーダーを全部削ってるみたいです。 L13 の全部このコアから、これ多分スピッツのアウターリングだよ。これから削って全部。で、この辺のタリップを変えて全部削ってる。で、その機械がもうずーっと向こうまで。わで、削ったディスクがこれかな。これこんな大きくない。18インチぐらいです。あ、で、これが削る前と削った後と。じゃあこの状態からこんな感じでだんだん形になってって、これになる。2個いっぺんに削れるんだね。こっちはペイントルーム、パウダーのペイントが。わあ、熱っ。今ちょうどこの粉体塗装の焼いてペイントが終わったやつが出てきた。熱っ。色のノリが違う、うん、こういうのがあれなんですよね。さっき言ってた粉体こそやから乗る乗らへんみたいな、それかまだ塗ってる途中か、どっちか。餃子と違ってその粉だからその加減と調色が難しいっていう。焼き上がってみんとわからんって言ってました。で、それがこの粉、全部この粉を吹きつけて釜で焼くとこういう溶剤で塗ったのと変わらないツヤのこの塗装になる。熱い。熱いよそりゃ。すごい。でもこの裏のビニールは溶けないんだね。まあ確かにね。これ最近インスタなんかでもめっちゃ出てる工場。すげえ、超大量にある。あ、ちょうどだからこの辺は全然削る前のダッチのオイル。うん、SRT10。あ、バイパーか。うん、で、他にも山のように積み上がってるこのコアなのかな。ワンピースのコアか、これ。うん、アルミギュッて押しつぶしたコア。これをだんだん成形した。あ、これなんかもう何もやってない状態じゃん。うまい。で、結局この大元が作れるところがそんなにないんで、今のその原材料不足とか高騰とかで大変みたい。こうやって山のように届くんだ。はあ。こっちも。あ、これはもう完成間近なやつですね。
エアロディスクついて、でこっちにも組み付け前のインナーリム、アウターリムが山のように。ユージーって書いてない。書いてない。ユージーは書いてないです。これこの人の注文みたいです。DTR すげーコンケーブ、すごいね。3枚しかないってことはもう1枚今削ってるの。でよくインスタに出てくるこの組み付けの場所はここみたい。全部これで細かくブレがないかとか全部見て、専用のやつで、で最後これでギュインって回すっていう。これインスタで定番のやつで、ピアスボールとかも今からこれエアロディスクをつけてくれるみたいな。これインスタで毎日見てる。よし、じゃあ続いてポリッシュのところを見せてくれるっていうことで、はい、はい、行きますよ。はい、暑い。ポリッシュはどうなの？東京店とか注文は？結構多いですよ。あ、多いんだ。はい。飯村さんどうですか？多いですよ。多いんですか？はい。でも最近なんかできなくなってるところとかも多いじゃないですか。そうね、できなくなってるとかね。なんか大変すぎてもうやってらんないみたいな。うん。だあのなんだっけ、最近やってたやつ、ゲレンデのホイール、あれポリッシュでしょ？ああ、うん、ディッシュみたいな。そう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 。109R、うん、ポリッシュですね。 あの面のポリッシュがどんだけ綺麗なんだろうな。ただの面のポリッシュってすごい嫌がるもんね。ああ、ああ、細いスポークとかポリッシュだったらちょっとごまかせるじゃないけど、サクッと磨いてても濃くなるけど、面がでかいポリッシュ、ディスク一面とかだともう丁寧さが出ちゃいますから、ね。そうね。じゃあさすがにポリッシュはこれ運んでんすね、これね。あそこで削って、そこから向こうに運んでって。ちょっとポリッシュで、あの金属の粉が半端なく出てるんでマスクします。これちょっと前が見えない。これでもしないと、あの作業してる人を見る限りやべえ、あんななるもん。なんかポリッシュ頼むのがちょっと申し訳なくなっちゃう。いやもう階段がなんかもう金属の粉が染み込んでる感じが。これはやばい。すげえ。新しいやつだ、うん、全部ハンドポリッシュで。スタイルによっては2、3時間から5、6時間。5、6時間磨いてんすか。1本で1本。やば。今ちょうどトレーラーでこのコアが大量に運ばれてきました。1、2、3、4、5、6枚。白くの24枚。300枚ぐらい、もっとか。100台分ぐらいかな。めちゃくちゃ忙しそう。この道路でさ、このフォークが出てきて、そのまま積み下ろしがもうアメリカだよ。だちょっとその納期が安定してる、なおかつそのラッシュオーダーができるのはやっぱりエール13の強みみたいな。すごい。さあ続いてやってきたのは1221-1221のファクトリーです。ちょっと中潜入してみたいと思います。早速 X5 が12入ってる。こっちなんだろう。こっちも見たことないやつ入ってる。え、これかっこいいね。ウィンナーリムが青なんですよ。うわちょっとそれはアメリカだな。これ天面もポリッシュ？天面ブラッシュ。あ、ブラッシュとか、サイドウィンドポリッシュか。これかっこいいね。プロクセス入ってんだね。え、これ 24? 24。このノリあんまりいないね、日本。ないっすよね。あ、これメタル FX だ。実は12このメタル FX っていう四駆のホイールの削り出しもやってて、これがそのブランドのやつみたいな。四駆用のホイールがこんなにたくさんあります。
と赤いやつ誰だ。すげえなこのストローク。これ日本でナンバー取って乗れないのかね。これハミタイだから無理か。これもメタルフェンスのホイール。もうこれバギーになっちゃうともう車種が、車種っていうか車名がもうわからない。これでも BRP じゃないですか。砂漠で遊び来てるな。あ、これにみんな乗ってくんですか。そうそう、砂漠で遊びに行くって。Like、え、すげえ。Yeah, so, my... 普通に事務所じゃないですか、もう。Yeah. でけえ。だから結局ああいうピックアップに履いたりするサイズも削ってるから、とんでもないでかいコアが。でかっ。え、それ何インチ?30インチぐらい。すごい。あ、そうなんだ。これボンドの注文みたいです。で、トエルグは自社でこの CNC 何機も入れてるんで、こんな感じでもうフル稼働みたい。うわ、すげえ。あ、センターキャップも。あ、これスピナーなんだ。あ、だからすごい薄いんですね。じゃあもう思いっきりローライダーが履くやつじゃないっていうか、多分四駆やってるからいろいろ持ってんすね。でっかいリムからちっちゃいリムまで。普通こんな揃えられないですもんね。さあ続いてやってきたのはロティフォームでおなじみホイールプログループの倉庫兼事務所です。ちょっと中潜入してみたいと思います。すげえ。自転車だニューブランド。こんな感じでホイールプログループ今30ブランドぐらいあるって言ったかな。すごい。この規模の倉庫が全米に35個あるらしいです。やば。天井まで。すげえ。さあというわけでアメリカの鍛造ホイールメーカー各メーカー内部に潜入して、どんな感じで例のホイールが作られているかっていうのをお届けいたしました。まあ実は各メーカー企業秘密のところも結構あって、まあ僕らは見てきたんですけれども、カメラ回せないところも結構あったんで、まあその点、その辺は行ったメンバー、もしお話しさせていただける機会があれば結構面白い話がいろいろできると思いますんで、ぜひアメリカ製鍛造ホイールはボンドグループ各店へお任せください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。